種類が違うね。柄が違う。はい、今日はお魚キラーをやっていきたいと思います。そこなんですけど、魚がいっぱいいるんですよ。魚の塊、ここに仕掛けたら餌なしでもお魚キラー入っちゃうんじゃないかなってことで、餌なしでお魚キラーを仕掛けていきたいと思います。よいしょ。じゃあこれで大きいのと小さいの両方仕掛けるか。よし、ほら、この紐多分短いと思うんで買ってきたんすよ。タコ糸、紐を延長しよう。これで仕掛けていこう。奥のがいいよな、絶対奥のがいいよな。上から垂らす、上登って投げるか。よし、上まで登んなくてもこっちから行くか。いっぱい、すげえな、こんなもん餌なしでも入っちゃうでしょう。よし、よし、勢いつけて、おら、くそ、いやむずいな。ちょっと待って、もう一回。ダメだこれじゃ。おら、よし、いいだろ、これで寄せてくれば。いい感じ。うわ、最高だろ。これ最高だろ。よし、完璧。紐もここにくくりつけといて。完璧と。すぐ入るかな。何日か待った方がいいかな。早速もう。ああ、映りづらいかな。投げた瞬間逃げたけど。警戒心なくなって近づいてきた。よし、ちょっとこっちから見てみよう。ほら、あんな絶好のポイント、餌なしのお魚キラー。ちょっともう一個あったな、忘れてたよ。よし、こっから上から。これむずいよな。ちょっと、うわ、紐が足んねえ。やり直し。紐を伸ばさないと、タコ糸。ちょっと、よし、紐も長く取り替えて投げよう。よし、これで寄せて、岸際にこの辺でいっか。オッケー。1日2日置いておいてみるか。餌なしお魚キラー入るかな。くくるか、ここら辺こうくくって。よし、よしと。はい、あれから2日ほど経ちまして、お魚キラー見てみますか。ちょっと気温が上がっちゃって、あったかくなってきちゃったから、魚散っちゃってないかな。餌なしのお魚キラー入ってるかな。引き上げてみよう。ちょっと上から見てみよう。ここにあるね。お、入ってるかわからん。中で動いてるかな。わかんない。あ、入ってる。餌ないのに入っちゃって。よし、引き上げるぞ。よし、オッケー。
引き上げ、ほら、よし、大量のはず入ってる、やっぱ入った、やっぱ入っちゃった餌ないのに。ちょっと向こう、向こうまで行こう、餌ないのに入っちゃって、よっしゃ、うわ、これやっと、やっと、よし、なんかヤゴ、ヤゴか、オッケー、入ったか、うん、入った、よっしゃ、やった、大量ヤゴまでいっちゃって、これうわっ、びっくりしたヤゴまで入っちゃって、これなんかドジョウみたいなのかな、うわ、でかい、これお魚キラーのサイズじゃねえだろう。あ、種類が違うね、柄が違う、全然名前も分かんないけど、綺麗な、あ、これ綺麗、ドジョウが入るんだ、すごいな、よし、まだもう一個あるから引き上げてみよう、やーべ、超面白いじゃん、餌ないのに、よし、これだな、引き上げてみよう、ちょっとこっちはサイズが小さいからどうかわからんけど、よっしゃ、上がってこい、上がってこい、入ってるか、入ってる、入ってる、ちょっと待って、引っかか、引っかかっちゃった、あ、入ってる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 、ほら、少な、まあいいでしょう、餌なしですから、取れた、あれこれ、あ、こっちか、よしよしよし、3匹か、うん、はい、お魚キラー2つ、2日がかりで餌なしの状態で仕掛けたらこんだけ取れましたね、しかもでかい、でかいし、ヤゴいるし、土壌までいましたね、泥の中にいそうだけど、でもいや、こんな取れたな、すげえいっぱい、ちょっとこれ観察ケースで横からもいっちゃう、
れた。取れたけど思ったより取れなかった。あんないっぱいいたのに。まあいいや、逃がします。ちょっとねタガメの餌考えたけどちょっとでかすぎる。タガメ水槽にはでかすぎる。あ、こっちの方が見やすいわ。逃げやがれ、逃げやがれ、逃げてった逃げてる逃げてる、家に帰って言ってるわ。お疲れ様でした。終わります、終わります。片付けて。